이런 느낌이야. 어차피 나이는 들면 들수록 손가락은 두꺼워지니까 살 수 있다는 거야. 이것도 예쁘고 이것도 예쁘고 이 둘 중에 하나 사면 뭘 살까? 이거랑 이거랑. 안녕하세요, 오타홍입니다. 오늘은 제중상의 토크から 2つの 도시를 배워보시죠. 어차피 나이는 들면 들수록 손가락은 두꺼워지니까 살 수 있다는 거야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 . 또 하나 しました. 의미와 어차피 도세. 도세 도시와 도레바 도르호도. 유비와 아츠쿠나쿠라 부아츠쿠나루카라. 아츠쿠나루카라 はめることができるということだよというふうに話しています。はい、多分今はめてみた指輪が少しジェジュンさんに大きかったと思うんですけど、年を取れば取るほど指が熱くなるから後から使えるからっていうふうに話していますね。はい、ここで覚えてほしい動詞が2つあります。まず1つ目は 들면, 나이가, 나이는 들면 들수록 と話したところで 들면という動詞の使い方です。 この 들다という動詞も本当に使い方がいろいろで 前にどんな単語が来るかによって その意味合いが若干変わってきたり 豊富なそういう意味を持っています。 まず今の 年, 나이 とセット セットで来た時は 年を取る, 나이가 들다, 나이가 들다, 年を取る, 取るという意味として使われていますね。 나이가 들다. 例えば, そういうことを考えるだなんて私も年取ったみたいだね って言うんだったら, 내가 그런 생각을 하다니 나이가 들었나 봐. 내가 그런 생각을 하다니 나이가 들었나 봐. みたいな, 나이 と セットで使うと 年を取るという意味になります。 次は, 前に 가방. 가방을 持ってきますと 가방을 持つという意味になります。 가방을 들다, 가방을 들다. 例えば, この가방ちょっと持ってください。 이 가방 좀 들어주세요. 이 가방 좀 들어주세요. のように 持つという意味になります。 次は, お金が来ますと 돈이 들다, 돈이 들다. お金がかかるという意味になります。 例えば, 留学は お金がたくさんかかります。 유학은 돈이 많이 들어요. 유학은 돈이 많이 들어요. 노연이 오카네가 가카루という 의미になりました. 次は 힘, 力という 의미の 힘と一緒に来ますと 힘이 들다, 힘이 들다. 力が 入るという 直訳になりますが, まさに 大変だ, 辛いという 의미になります. 힘이 들다. 例えば 一日中集中してたら もう辛い, 大変だ, と言うんだったら 하루 종일 집중했더니 힘이 들어. 하루 종일 집중했더니 힘이 들어. 노요니 힘이 들다. 쓰라이, 다행다. という意味として使っています. 자, 次は 나이프とか 하모노가 前に来たら 하모노 나이프のこと 칼, 칼と話しますね. 자, 칼이 잘 들다. と話しますと 나이프とか そういう 하모노가 よく 切れる. よく切れるという意味に なります. このナイフはよく切れるね. いい칼은 잘 드네요. いい칼은 잘 드네요. っていうふうに 잘 들다, 칼이 잘 들다, 나이프とか 하모노가 よく切れるという意味になります. 次は 前に 思い, 考え, の 생각, 생각という単語と セットできますと 생각이 들다, 何々思う, 気がする という意味になります. 例えば, 私がなんでそういうことしたのかな? っていうふうに思うっていうんだったら 내가 왜 그랬을까 그런 생각이 들어. 내가 왜 그랬을까 그런 생각이 들어. のように 생각이 들다와 思う, 気がする という意味になります. このように この 들다와 前に どんな単語と セットで来るかによって 様々な そういう意味合いを 持つことになります. 손가락은 두꺼워지니까 살 수 있다는 거야. 손가락은 두꺼워지니까 살 수 있다는 거야. 손가락은 두꺼워지니까 살 수 있다는 거야. 次は 손가락
손가락은 두꺼워지니까 찰 수 있다는 거야. 너 찰 수 있다는 거야. 너 차다. 차다 という動詞が使われています。この차다は形容詞だと冷たいという意味なんですが、今はここで動詞なので、動詞の場合もいろんな意味があります。ここでの意味は指輪とかこう、ブレスレットとか時計とかをはめる、はめるという意味として今使われている차다です。この차다も例えば一気の、숨が来ますと숨이차다、息が切れるなります。例えば、蹴飛ばす、パルロチャダ、パルが来ますとパルロチャダ、蹴飛ばすという意味になります。例えば舌が来ますとヒョルチャダ、舌打ちをするという意味になります。じゃあチャダとシゲをセットにしますと時計をはめる、はめるという意味になります。シゲルチャダ、シゲルチャダ。例えば、ない、年、年齢のない、ないが来ますと、ないがちゃだ。ないがちゃだは、年頃になるという意味です。このように、ちゃだも、さまざまな意味合いを持つことになります。이둘중에하나사면뭘살까?이둘중에하나사면뭘살까?이둘중에하나사면뭘살까?이둘중에하나를사면뭘살까?と話しました。意味は、この、2つの中で1つを買うならば何を買おうかなと話しました。はい、2つの指輪が今気に入ったみたいですね。で、その指輪が、こちら2つになります。이거랑と2つを今比較しているんですけれども、そう、이거랑、これとこれとと話していますね。何々とっていう助詞は、らん、いらん、または、何々はご、または、何々わ、わ、この3つがありますよね。この3つとも、何々とっていう助詞、同じ意味になりますが、よく会話体では、今のセジュンさんが使ったらん、またはいらん、またははごの方がよく、わ、わよりは、はごとらん、いらんの方が、よく使われています。サイズが있을까문제지。약간이런가격인데 Can I try? 약간이런아잠깐만좀빡센데어이런느낌이다어차피나이는들면들수록손가락은두꺼워지니까찰수있다는거야이것도예쁘고이것도예쁘고이둘중에하나사면뭘살까이거랑이거랑本日のジェジョンさんのトークから学ぶ韓国語いかがでしたか？いいと思いましたらぜひいいねを押してください。そしてまだチャンネル登録をされてない方々、ぜひチャンネルの登録をよろしくお願いします。そして本日のレッスンを含めて今までやっていたレッスンの中で出てきているフレーズや単語をまとめて、ほぼほぼ毎日、無料メールマガとしてですね、テキストを配布しております。無料メールマガぜひ登録してみてください。そしてもっとたくさんの韓国語のフレーズが欲しい、聞き流し用のフレーズが欲しいという方々はぜひ有料メールマガもチェックしてみてください。説明欄に詳しいことが載っております。チェックしてみてください。アンニャーン。